く。みんなは昼からここに来て大丈夫なのか？私今日非番。俺大学2限まで。俺もバイト休み。そうか。石田は何のバイトしてるんだ？あのさ、そんなに緊張しなくたって大丈夫だよ。みんないいやつだからさ。緊張なんてしてないよ。お、来た来た。久しぶり。メリーゴーランド。トーヤと一緒に直したんだ。そうなんだ。あの、あ、ユーユー。やっぱり小出さんだ。マイさんにアカネさんも久しぶり。久しぶりだな。久しぶりだな。ちょっと見てください。マグノリア。メグちゃんのだ。どうしたのこれ？展望台で拾ったんです。あら、じゃあ遊園地には来てたんだ。顔出してもいいのに。そこで来られないのがメグちゃんなのよね。 あのさ、めぐみさんとこに。ああ、その家が分かってるんだったら俺が行こうか。ほら、いいじゃない。迎えに行ってあげなさいよ。頼んだわよ、新リーダあの、できれば任せてほしい。大倉さんを必ず連れてくる。約束するよ。僕も行きます。きっとめぐみさん戻ってきたいんだと思います。僕も手伝いたい。お嬢様なら学校に行ってらっしゃいますが。そりゃそうだ。何時頃に帰ってきますか？それがお嬢様、今は気が立っておりまして。おそらくお待ちいただいてもお会いになれないかと。そうですか。落とし物、めぐみさんのカードを拾ったんですけど、
これだけでも渡すことできないですか？失礼ですが、お嬢様のカード仲間の方々ですか？あ、はい。管理者としてお通しするわけにはいきません。ちなみに通学途中も私が送り迎えいたしますので、お会いにはなれないかと。私の目が届かないのは学校内にいらっしゃる時くらいでしょうか。あなたたちのようなお友達は初めてです。今のお嬢様は心なしかおつらそうです。私ではどうにもできなくて、もしよろしければお嬢様の学校までご足労願えませんか？あれ、やっぱない。ご覧になって。素敵。凛とした立ち姿、神秘的な眼差し、神々しい。雷華学園の誇りですわね。雷華学園か、超名門高校だな。セキュリティとか大丈夫かな？東野さんも知ってるんですか？ああ、帝都大学にも雷華の卒業生いっぱいいたよ。へえ。っていうかさ、お前は今日学校いいの？ええ、もう。ああ、そう。それより僕、雷華学園に入る方法思いつきました。え、何？たった今。ん？帰り遅いよ、秋子姉ちゃん。え、またイケメン？そうなのよ、ゆうちゃんのお友達ですって。でかした、ゆうゆう。やめて。いつもゆうゆうがお世話になっております。どうも、すみません、突然お邪魔して。彼、あんたに用があるんだって。え、やだ、私今恋はお休み中で。え、じゃあ私は受付中だけど。本当にやめて。いや、それは無理だね。だって秋子姉ちゃん卒業生でしょ。一緒に入ってもらおうと思ってたのに。私は入れるよ。でもそもそも雷華学園って外部の男性は入れないんだよね。さすがお嬢様学校ですね。なんで秋ちゃんがあの学校でやっていけたのか、私今でも不思議だわ。っていうか、あんたたちさ、雷華に何の用があるの？ちょっと友達に会いに行きたくて。あ、女の子の友達いるの？うん、友達っていうか、俺がちょっとその子に用があって。あら、あんた彼女いたの？いや、そういうんでもなくて、ちょっとごたごたがあって喧嘩みたいになっちゃって。仲直りしたいからゆうゆくんと一緒に学校に行こうって話で。ゆうゆう、あんた友達の喧嘩を仲裁しようとしてるの？そうです、そんな感じです。ゆうゆくん本当に優しくて、俺いつも助けられてます。あんた成長したじゃないの。お姉ちゃん絶対協力するからね。お母さんも。と言っても男の人が入れないんじゃ学校行っても意味ないわよね。ひらめいちゃった。制服よく取っておいたね。今日のポイントはメイクね。してないみたいに見えるでしょ。でもこの自然な感じが一番難しいのよ。この手があったか。何度見てもすごいな。え、お前メイクできんの？何度もやられてるとできるようになるんですよ。いやいやいや、すげえよ。普通できるようにならないよ。喋らないで。最
から盛りすぎたわね。素敵。これが俺。ゆうゆう、お前ほんとすげえじゃん。近藤ゆうゆ、江端瞳子。さあ、いざ出陣よ。ごきげんよう。ごきげんよう。今どこに向かっています？知らん。とりあえず歩いてる。ドキドキしてきた。話しかけますわよ。こうですわ。ええ、もしよろしければ私たちとお茶でも。すげなくお断りする姿も素敵。神々しいですわ。ごきげんよう。ごきげんよう。Reprints of essential cards are here for every clan. Legion, Stride, Stands, we've got them all. Revival Selection, now on sale. Don't forget about these. Cardfight Vanguard Overdress. Introducing the new nation of Lyrical Monasterio. Let's play Vanguard with these upcoming idols. Trial Deck and Booster, coming soon. Bushy Road. Vi Schwartz. Watch that battle come to life again.Welcome to an analog underworld. Vi Schwartz Booster Pack Sword Art Online, Alicization Volume 2, on sale from November 5th. Vi Schwartz! Join Remover and friends once more as they continue their journey on the stage of Vi Schwartz. That time I got reincarnated as a slime, Volume 2 Booster Pack, on sale from October 8th. Bushy Road. グローリア・メグのお知り合いですの？知り合い、いや、お知り合い。そうですわね。お知り合いというか。どうなさったの、グローリア・メグ？彫刻のように美しい額に汗が。ああ？グローリア・メグの妖精は、あなたたち何者ですの？まさか、不審者？転校生ですの。この子、転校生でめぐみさんのお知り合いですの。ね、そう、そうなんです。で、こっちが、うちの母です。あら、それならそうと言ってくださればよろしかったのに。それじゃあ速やかに入り口までお送りいたしますわ。ごきげんよう。あ、グローリア・メグ。そのお二人は転校生とそのお母様なんですよ。グローリア・メグのお知り合いならなおさらですわ。校内を案内して差し上げませんこと。まあ素晴らしい。そうしましょう。素敵なご提案、ご一緒にいかが？まあ、瞳子さんとゆうゆさんは小さな頃のグローリア・メグのことも知っているのですね。羨ましいですわ。
グローリア・メグはどんなお子さんでしたの？そうですわね。とても元気いっぱいで、よくお笑いになる。あら、そうなのですか？そんなことない？ええ、グローリア・メグはとても物静かで神聖な方ですもの。物静かで？神聖？ユーユさんはグローリア・メグとどこでお知り合いになったの？めぐみさんとはバンガバイオリンのレッスンで。まあ、グローリア・メグがバイオリンを。神々しいですわ。あの、そのグローリア・メグっていうのは、ああ、グローリアとはミサ曲の栄光の傘下のことですわ。グローリア・メグご自身が語ってらしたのですが、彼女は感情を表に出すことに慣れていらっしゃらない方ですの。そのクールな美しさに賛否を唱えたく、もともとはメグ様と呼ばれていたので、それにグローリアを足してグローリア・メグと呼びしたら、グローリア・メグも珍しく大層お喜び。やめろなんなのよあんたたち、なんで女装して私のプライベートにズカズカ入り込んでんのよ。出てけ女装ちょっとあんたたち何しに来たのよ。めぐみさんに会いに来たんです。大変ですわ、グローリアメグがならず者にさらわれたわ。ここなら誰も入ってこないから。何の用よ。どこにあったの？展望台のところに。あのさ、頼める立場じゃないことは分かってる。でも、帰ってきてくれませんか？なんで？なんでワンダヒル壊したの？きっと分かってもらえないと思うけど、俺は強くなるために他のことを全部捨てたんだ。勝たなきゃ、勝つためには戦わなきゃ、その道しか見えてなかった。戦う理由になればと俺はスイッチを押した。極端なんだ、俺はバカなんだ。全てを捨てて一つを選んだけど、それで本当に良かったのかまだよくわからない。現に俺はそのせいで人を傷つけた。許せない。でもその気持ちちょっとだけわかる。急に全部捨てちゃった方がいいかもって思う時あるよね。私ね、兄貴に会いに行った。一瞬だけ、本当に一瞬だけど、家も学校もブラックアウトも全部いらないって思ったよ。でも兄貴が言ってたんだ、簡単に捨てちゃダメだって。私は何も捨てられなかった、それでよかった。あんたは捨てたんだね。ああ、そういう人もいるね。私あんたのこと一生許さないけど、気持ちはちょっとわかるからもういいや。
てか、いつまでここでギチギチに詰まってるわけ？グローリア・メグ！ご無事ですか？ならず者ども、グローリア・メグを放しなさい！ならず者…まあ確かに間違ってないけど、この人たち、私の友達だから。グローリア・メグ！大倉さんって格好であんな感じなの？なんか文句ある？ないけど。笑わないみたいな、超クールみたいな、そういう私もちょっと欲しかったっていうか。いいじゃん、格好つけたって。これからさ、ブラックアウトにいるなら一つ約束覚えて、メンバーの事情あんま詳しく聞かない方がいいよ。ブラックアウトは来るもの拒まずだから。あ、ユウユウ、本当に来た。メグちゃん、メグちゃん、久しぶり。ありがとう、ユウユウ。トウヤも約束守ってくれてありがとう。俺以外にも計画に協力するよう頼まれた奴はたくさんいた。みんなを悲しませた分、責任を取りたい。彼らを止めに行きたいんだ。僕も一緒に行きたい。私も協力したいとかじゃない。私がついてる限り、もう二度とあんたに変なことさせないから。ありがとう。ユウユウです。
です。今回はベルリーナエクスペクターを紹介します。エクスペクターはすでにオーバードレスしたユニットにさらにオーバードレスするユニットです。その分スキルは超強力。アタック時にパワープラス15000、クリティカルプラス1。ただしバトル終了時にドレス元を全て捨てちゃいます。でも大丈夫、ドロップのトリクスタは次のターンに即再利用です。うわー